はい、こんにちは、パーカッションの高文です。この動画ではこれからパーカッションを始めたい、パーカッション沼に入りたい、いやそこまでいかなくてもちょっとパーカッション気になってるんですと、興味はあるんですけどあんまりよくわかんないんですよねという方のためにですね、一体この世界にはどんな種類のパーカッションがあるのかっていうのを広く浅く紹介していきたいと思います。はい、このパーカッションという楽器はですね、独学でも習得しやすいっていうのと、一つ一つの楽器はねそこまで高くない、他のねギターとかピアノとかサックスとかそういう楽器に比べると手に入れやすいお値段であるっていうのと、結構ね突き詰めると深いところまで深い世界がありますので、もう生涯をかけて楽しめる、あとシンプルに叩いてて楽しいっていうのがあります。まあ、まとめるとねすごくコスパがいい趣味っていうか娯楽というかね楽しみになりますので、ちょっとでも、ね、興味あったらぜひこの動画を参考に始めていただければと思います。はい、では早速ですが、この動画ではこれらの楽器を順番に紹介していきます。これらはいわゆるハンドパーカッションっていうね、素で手で叩く系のパーカッションでございますので、もう楽器と自分の体身一つあれば始められるといったものになっております。はい、これ順番に見ていただくのがね違いが分かって分かりやすいかなと思うんですけども、もうすでにお目当ての楽器があるよという方はね、この YouTube のタイムバーを押していただくと目次になってますので飛ばして見ていただいても OK です。はい、それでは順番に見ていきましょう。はい、これはフレームドラムという楽器です。フレームっていうのはね、要するに木枠っていうことなんですけれども、はい、この木の輪っかに革、ヘッドが張ってあるっていうめちゃくちゃシンプルな構造の楽器です。はい、シンプルゆえにですね、もう指でちょーんと当てればもう鳴らせちゃいます。はい、この丸の端の方を叩けば高い音が出せますし、中の方を叩くとちょっと低いジュンジュンっていったね音が出せますので、これを組み合わせて、まあこんな感じで叩くといった楽器です。はい、はい、でここにあるのは全部フレームドラムなんですけれども、ご覧の通りねいろんなサイズがあります。はい、で小さいほど音が高くなりますし、大きいほど音が低くなる、音がねこのドーンっていう音が深くなると思っていただいて大丈夫です。はい、はい、こんなちっこいのもあります。フレームドラムね、いろんな奏法があるんですけれども、こういうふうに小さくて軽いやつは手で持って叩いても OK です。はい、で、このフレームドラムが初心者さんに特にいいと思うのですね、値段が安いというところなのではないかと思います。小さいサイズであれば2000円とか3000円で手に入っちゃいます。これはね、パーカッションの中でも最安値っていう感じですね。で、それでいて家の中でも叩けるので、手軽に始められる楽器と言えるのではないかと思います。はい。で、こういう風にサイズが大きい楽器とか、革がね、本革、動物の革でできている楽器っていうのはさすがにもうちょっと値段して2万円とか3万円とかそういう価格帯になってくるんですけども、始めるにあたってはですね、2000、3000のもので全く問題ないと思います。で、ここから始めて、あ、フレームドラム面白いわってなったらね、楽器のランクを上げていくというふうにするとよろしいのではないかと思います。はい、続いてはダラブッカというパーカッションです。これはですね、世界一美しい楽器なんですね。めちゃくちゃインスタ映えしますので、まあ、映えたい方はぜひっていう感じなんですけども、これもねフレームドラムと同様紀元前からあると言われているめちゃくちゃ歴史がある楽器です。エジプトとか、アラブの国々、地中海の国々なんかでね使われていた楽器です。このように細長ボディ、金属製でできていることが多いんですけども、金属製のボディにこのような彫刻がされていて、まあ、中は
空洞になっているといった形です。でこのように小脇に抱えてこのように叩きます。はい、でこの細長ボディのおかげでですね、これ低い音ドゥーンっていうね、まとまった豊かな低音が出せます。でこの低音と高い音、高音のメリハリがめちゃくちゃはっきり出る楽器なので、叩いてて、ね、超気持ちいいという感じですね。太鼓っていうのはこの低い高いによってフレーズをね作ったりしますので、その点においてね、このダラブッカっていうのはめちゃくちゃはっきりくっきり、出るので、叩いてて気持ちいいです。はい、はい、ご覧の通りですね、このダラブッカもさまざまなサイズ大きさのものがあります。小さければ小さいほど音量は控えめに、音は高くなる傾向にあります。大きければ大きいほど音量が大きく、音が低いという感じですね。はい、でこのサイズ、画面の大きさによってお店とかね、ネットで購入する際呼び方が違ったりしますので、そこだけご注意ください。一番小さいものがダラブッカ、真ん中のものはダラブッカソンバーティ、一番大きいものがドホラという、名前がついておりますので、購入するときはね気にしてみてください。これね、家の中で叩けるかどうかっていう話なんですけども、一軒家だったらね、ギリいけるかなっていう感じ。マンションだとちょっと、音大きいかなと思いますので、まあ、プロの方とかでもねよくやってるのは、このボディの中にちょっと詰め物、タオルとかね詰め物をすると音量が落とせますので、家の中ではね詰め物をして練習して、外公園とかにね持って行って思い切り叩くというふうに、やるといいかなと思います。楽器の価格帯なんですけれども、およそ3万円を目安に考えていただくといいかなと思います。3万円をね上回る楽器であれば、まあ、十分なクオリティです。まあ、実はもっと安いものもあるんですけども、結構安かろう悪かろうという感じなので、個人的にはね3万円を目安に考えていただくといいかなと思います。はい、続いてはこちら、これはウドゥーという楽器でございます。はい、これはもう見たままなんですけど、ツボです。はい、ズバリツボ。アフリカ起源の楽器なんですけども、まあ、ツボにこういう風にね穴が開いていて、この穴を押さえるようにすると、はい、聞こえますでしょうか。これ何とも言えないね、このウドゥーでしか出せない低音っていうのがあるんですけども、ここで低音を出して、このボディを指で軽く当てるようにすると高い音が出ますので、この低い高い、これでフレーズとかリズムを叩いたりします。はい、で聞いていただいてなんとなくね分かるかなと思うんですけども、このウドゥという楽器はとにかく音は小さいです。はい、生音はものすごく小さいので、家の中でね、何か叩けるパーカッションないかしらっていう時にいいかなと思いますね。他のパーカッション結構でかいから音でかいからね、苦情が気になったりしちゃうと思うんですけども、ウドゥであればねいつでもどこでも叩けるという感じです。僕自身もね、これ寝室の枕元の、ところに置いてね、寝る前なんかにこう叩いたりしております。はい、でこのウドゥ販売されているもの大きく2種類ありまして、本当に陶器セラミックでできているいわゆる壺、のものと、ファイバー素材でできているね、ちょっと丈夫なウドゥっていうのがあります。はい、でファイバー素材でできている方が割と、お求めやすい価格帯、だいたい1万円から2万円っていう感じ。はい、で本当の陶器の方は3万円以上っていう感じで、陶器の方はねこれ落としたら割れちゃうっていうリスクがありますので、まあファイバー素材の方が安心かなっていう感じですね。はい、気になる方はぜひゲットしてみてください。はい、続いてはこちら、これはタブラーという楽器でございます。といってもね、これは結構ご存知の方多いんじゃないかなと思います。インドカレー屋さんとかに行くとねこのタブラーの音を聞くことができると思います。インドの楽器ですね。小さい方をタブラー、大きい方をバヤンと言いまして、タブラーバヤン2つで、1組の楽器です。でこれはね世界一難しい楽器と言われておりまして、まあ、一般的にはですね、これ誰か師匠先生について習って、習得した方がいい楽器と言われております。はい、でこのタブラの特徴なんですけども、まあ、言うまでもなくね、
この音色がありますと、これ圧倒的にね、唯一無二の音色でタブラにしか出せません。もうこれ聞いたらね、インドを思い出しちゃうっていうか、カレー食べたくなっちゃうなっていうね、感じだと思います。はい。で、他のパーカッションっていうのは結構リズム主体、リズム中心で演奏する楽器が多いんですけれども、このタブラに関してはね、フレーズ中心の楽器なんですね。どういうことかというと、こう人が言葉を喋るごとく言葉をね、この楽器で表現するといったような楽器なんですね。例えばこの音、これなーっていうね、言葉が当てはめられている。なー、あとてー、てー、か、げーみたいなね。げーなー、てーてー、げーなー、てーてー、かてーてー、かてーてー、だーみたいな。げーなー、てーてー、げーなー、てーてー、かてーてー、かてーてー、だーみたいに、こう言葉をスラスラスラっと喋るようにタブラでね、スラスラスラと、叩くと、いうところがなかなか難しいんですけど、めちゃくちゃやりがいがある楽器です。はい。なのでね、まあ、この唯一無二の音に惹かれちゃった人とか、まあ、そういうね、技術的なテクニックも、まあ、僕もそんなにできないんですけど、めちゃくちゃ超絶技巧がね、有名な楽器でございますので、そういうのチャレンジしたい方、ぜひやってみてはいかがでしょうか。だいたいお値段ですね、まあ、セットで3万円から考えていただければね、まあ、よっぽど変な楽器っていうのは少ないのかなと思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。はい、続きましてはこちら。これはね、パンデイロっていう楽器ですね。これも結構ね、知名度が上がってきている楽器なのではないかなと思います。一時期山崎まさよしさんがね、これ叩きながらテレビ CM 出てましたので、それ見た方はね、あれなんだろうと、あれはね、あれかっこいいなと思った方いらっしゃるかと思います。これはね、ブラジルのタンバリンなんですね。ヨーロッパから渡ってきたものなんですけれども、普通のタンバリンとどう違うかっていうと、この鈴があんまりね、シャンシャン鳴りすぎないように、ちょっとこう控えめな音になっておりまして、こうすごくタイトにリズムを演奏できる、仕様になっております。はい。で、ブラジルの楽器なんで、当然ブラジルのサンバをこう演奏するのにね、適している、めちゃくちゃ最適な楽器だと言えます。で、この革が本革のものと、プラスチックとかファイバー素材でできた断面のパンデイロというのもあります。プラヘッドのパンデイロちょっと叩いてみます。はい、まあ、こんな感じで、まあ、プラヘッドならではのめちゃくちゃ明るくはっきりとした音色です。で、ブラジルでは結構野外で演奏することが多いので、まあ、野外の場合はこのプラヘッドのやつ使って、屋内で演奏する場合はこの本側の使うといった感じで、まあ、場面とかね、どういう音楽をやるかによって使い分けるといった感じです。で、ご覧の通りですね、基本的には片方の手でこの楽器を持って、もう片方の手でこうパタパタチキチキ動かしたり、ドーンと低い音、パッと高い音をね、出したりして、これらを組み合わせていろいろなリズムを叩いていきます。で、初心者さんでよくあるのがですね、この初めて買ったパンデイロはちょっと重すぎて、こう持ってられない、長時間ね持ってられない、あるいはこう手を痛めてしまうっていう方がすごく多いので、最初はね、なるべく軽い楽器を使うことをね、このチャンネルではお勧めしております。はい、本当に多いです。パンデイロを買ったですね、約まあ8割9割の方がこう持てなくてね、挫折してしまうっていう、方が多いので、最初にね、選ぶのはすごく軽い楽器っていうのも出てますので、そういう楽器を選ぶといいかなと思います。お値段はですね、だいたい1万円から考えていただくといいかなと思うんですけども、良質で軽量、軽いいい楽器っていうのはだいたいね、高い傾向にあります。2万円以上出すとね、結構いい楽器が手に入るかなという感じなので、いろいろ調べてみてください。はい、続いてはこちら、カホンでございます。はい、このカホンはね、もうかなりメジャーになってきているパーカッションと言っていいのではないかと思います。いわゆるですね、ドラムセットの音、ドッタンドッタっていう音に近い音が出せる
はい。ので、ドラムの代わり、あんまりね、音量を出したくない、アコースティックなライブとかで使われることが非常に多いです。ただ、まあ、もともとはですね、南米のペルーだったり、スペインのね、フラメンコ。なんかでね、叩かれる、こう、サクサクサクって、めちゃくちゃこう、スピード感があって気持ちいいような楽器なので、そういったプレイもできるし、ドラムの代わりのようなね、プレイもできたりすると、非常にお手軽で、幅広く演奏できるね、魅力的な楽器です。で、購入するとした場合ですね、目安だいたい2万円ぐらいから考えていただくといいかなと思います。今本当にいろいろなメーカーがいろんな花粉出してるので、できたらね、お店に行って選んでいただくといいかなと思うんですけれども、だいたい目安として2万円から、上のものを選べば、まあ、間違いないのではないかなと思います。特に僕がですね、スペインの DG カホンっていう、メーカーのエンドサーをやってますので、このチャンネルにはね、かなりカホンの動画とか叩き比べの、動画なんかもありますので、気になる方はね、そちらもチェックしてみてください。はい、続いてはこちら、ボンゴでございます。叩けボンゴっていうのがね、有名ですけども、あ、ボンゴってこれかと。よくね、コンガと間違われるんですけども、ちっちゃい方がボンゴで、大きい方がコンガってね、やつでございます。ご覧の通り、ちっちゃい太鼓と大きい太鼓2つで、1つセットになっている楽器です。で、これはね、世界一痛い楽器と言われています。パーカッションね、世界一の楽器はね、たくさんあるんですけども、これはね、特に痛い楽器です。特にこのね、高い方の革ヘッドをね、すごくきつく張るので、この打面がね、硬いですね。はい、だからこれ慣れないと最初はね、めちゃくちゃ痛いと、叩きどころ打ちどころが悪いとね、あざになっちゃったり、するぐらい、結構ね、入門としては難しい、部類の楽器です。独学でも、まあ、習得できることはできるんですけれども、結構ね、怪我をしやすい楽器でございますので、そこだけ注意してやっていただくといいかなと思います。はい、お値段はですね、だいたい1万円以上のものでもまあまあいいものありますし、2万円、予算があれば結構クオリティが高いボンゴが購入できると思いますので、気になっている方は、ぜひゲットしてみてください。で、このボンゴだけでも演奏できる椅子があればね、椅子に座ってこのように足で挟んで演奏することできますし、もしね、スタンドを買う余裕があるのであれば、スタンドがあった方がね、便利っていうか、この足で挟む奏法って結構難しいんですよ。あるいは腰を痛めるリスクがありますので、まあ、スタンドがあるのであれば、スタンドにつけて、それで叩くっていう風にするといいかなと思います。はい、続きましてこちら、コンガでございます。はい、これがコンガね、大きい方がコンガでございます。まあ、このようにね、非常に胴長、まあ、樽のような形をしているアフリカだったり南米の楽器です。はい、でなかなかね、胴が大きいというのは、音が大きいですね。家の中で叩くのね、なかなか厳しいかなというところなので、まあ、外に持ち出して公園とかでね、叩くとめちゃくちゃ気持ちいい楽器です。はい、でこのコンガを演奏しているのを見たことがある方は、こういうふうにね、2本並べて叩いていたり、あるいは3本とか複数本叩いているのを見たことがあるかなと思うんですけども、実はね、このコンガっていう楽器はもともと1本でした。ので1本で成立する楽器なんですね。はい、必ずしも2本買わなきゃいけないのかなって思わなくても大丈夫ってことです。まずは始めるとしたら1本ゲットして、この1本だけでもかなり多彩な音色を出すことができますので、はい、
これ1本だけでね、練習していろんなリズムとかソロとかもう何でもできますのでやっていただいて、さらに、まあバリエーションを加えたいのとなったらね、もう1本買い足してこういうふうに音程差をつけるとかなりカラフルな演奏することができると。まあね、これもう本当に、まあ、おかげさまで僕も4本とかね5本とか、たくさん持ってるわけなんですけれども、これはもう派手に沼でございますので、一生楽しめる楽器でございます。で、購入の目安としてはですね、だいたい1本あたり5万円を、目安としていただくといいかなと思います。まあ、それ以下のね、もっと安いエントリーモデルっていうかビギナーモデルみたいなのもあったりはするんですけれども、結構ねこのコンガってね値段にクオリティがそのまま比例しますので、まあ目安としては5万で考えていただくといいかなと思います。はい。でいきなりこんなね大きいの、買うの難しいよということで、すごく薄胴のねコンパクトコンガとかトラベルコンガみたいなのどうですかっていう質問をよくいただくことがあるんですけれども、あれはあれで、大丈夫です。はい。使っていただいても大丈夫なんですけども、この本物のコンガとは結構別の楽器と思っていただくといいかなと思います。まあボンゴの延長っていうかね、練習用のコンガみたいに考えていただくといいかなと思います。あのコンパクトのやつを叩くとね、必ず誰もが、100% ね、あこの銅の本物のコンガ欲しいなってなることをねたくさん聞き及んでおります。たくさんそういう人にね出会っておりますので、まあ、それを我慢して買うぐらいだったらちょっとお金を貯めてね、こういう銅がある本物のコンガを選んでいただくといいかなと個人的には思います。はい。最後に紹介しますのはジャンベという楽器です。これはね西アフリカの楽器でございまして、まあ、いかにもアフリカンっていうかすごく野生味あふれる、まあ、血湧き肉踊る音じゃないかなと思います。はい。で今回紹介したパーカッション、すべてのパーカッションの中で一番音がでかいです。なのでね、どれくらい伝わるかわかんないんですけども、こうドーンってやったらね天井が揺れます。はい。家で叩くとね、なので、外公園とかに持って行って叩くと気持ちいいのではないかと思います。で結構ね持ち運びしやすいようにあんまりサイズがね大きすぎない方がいいと思いますね。最初は具体的に言うとこの座面のサイズが11インチとか12インチくらいのものが扱いやすくていいのではないかなと思います。お値段はだいたい2万円からで考えていただければ、まあ、よっぽど変な楽器っていうのはないのでいいかなと思います。ちなみにもっとコンパクトのねミニジャンベみたいなのあります。はい。これ圧倒的に小さくて軽い、まあ、持ち運びしやすい。ちなみにこんな音ですね。はい。まあ、これはこれで全然使えるっていう感じなんですけども、やっぱこの K が大きい方がその表現の幅が広い、出せるね、低い音から真ん中の音から高い音まで表現の幅が広いので、本格的にやりたいという方は11インチとか12インチで考えていただいて、いやもっと気軽に楽しみたいよという方はね、こういうミニジャンベ、9インチとか10インチのものでもいいかなと思いますので、用途に合わせて選んでみてください。はい。というわけでですね、非常に駆け足で広く浅くではありましたけれども、いろんなパーカッションを紹介させていただきました。なんかピンときたものとかね、興味を惹かれるものがあったら嬉しいです。このチャンネルではですね、数々のパーカッションに関する動画を出しておりますので、もっと詳しく知りたいなという場合はこのチャンネルの再生リストを見ていただいて、該当する、楽器の項目をねチェックしていただくと、もっとより深く知れると思いますので見てみてください。また、この動画を見てね、なんか質問とか、疑問とか湧いた方はですね、コメント欄に書いていただければ回答いたしますので、よろしくお願いいたします。はい。それではですね、皆様のパーカッションライフがより良いものになるように僕も情報発信していきますので、ぜひ今後も楽しんでいきましょう。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。